さまなレッスンをを実施しております。概要欄をご覧ください。ここでは一般動詞の過去形、過去、規則同士について学習します。規則同士というのは一般動詞の後ろに ED をつけると過去形になるものだと考えてください。例えば、プレイは何々をするという意味の動詞ですね。後ろに ED をつけると何々をしたという意味になり過去形となります。Watch は見るという意味ですね。後ろに ED をつけると Watched 何々を見たという形で ED をつけると過去形になる動詞を規則動詞と言います。それでは基本文です。次の2つの文を日本語にしてみてください。それでは上から見ていきましょう。I watch TV every day。I 私は watch 見ると TV テレビを見るということですね。every day 毎日ということですので。 私は毎日テレビを見ますという訳となります。下の方は I watched TV yesterday.I、私は watched。watch、ね、の後ろに ED がついていますので過去形の意味でね、あの訳してみてください。見たということになりますね。TV yesterday というのは昨日という意味ですので私は昨日テレビを見ましたという訳となります。彼は毎日テレビを見ます。英語にできるでしょうか 彼は昨日テレビを見ました。こちらはどうでしょうかそれでは上から見ていきましょう。彼は毎日テレビを見ます。現在形の文ですね。He watch TV every day これでよろしいでしょうか主語が He ですので、watch の後ろに S ではなくて ES がつきますね。CH の場合には ES がつきますが、 主語が「he」や「c」など3人称単数の場合には動詞の後ろに「s」がつくというルールを思い出してみてください。それでは下はどうでしょうか。彼は昨日テレビを見ました。過去形ですね。このようになります。He watched e TV t y s r えね過去形の場合は主語が「he」であっても「c」であってもね 愛であっても何が来ても、えー、後ろに ED をつける形動詞の形は主語によって変わりませんのでえー、っとね watch など規則動詞 ED をつけると過去形になる動詞に関しては主語が何があっても ED をつけると過去形になりますのでねしっかりと押さえてくださいね he watched the TV yesterday、ね、このようになります私は前の土曜日サッカーをしました英語はこのようになります I played soccer last Sunday. プレイというのも、後ろに ED をつけると過去形になる動詞ですので、私はプレイしたと。サッカーをね、last Sunday ですけども、ラストというのは前のという意味があります。前の日曜日ということですので、えー、このようになります。過去のね、えー、表現で非常によく使いますので、このラストの使い方もしっかりと押さえてください。彼女は昨夜夕食を料理しました。このようになります。 She cooked dinner last night. She、彼女は cooked 料理したということですね。クックも後ろに ED をつけると過去形になりますね。料理したと訳してください。Dinner、夕食を last night で前の夜ということですので昨夜と訳してみてください。私たちは昨年そのパーティーを楽しみました。このようになります。We enjoyed the party last year. We, 私たちは enjoyed 楽しんだということですね。ED がついていますので過去形となります。The party, そのパーティーを last year ということですので前の年ということですので昨年や去年と訳してみてください。規則同士の ED の付け方です。1、普通に ED を付けるもの。play は played watch は watched という,う形となります。2番、E で終わるときには D だけを付けます。 Like は、e、で終わっていますので、D だけをつけ,ます、ね、D をつけて ED という形になりますので D だけをつけるという形になります。like, liked。u s e も E で終わっていますので D だけをつけてくださいね。used となりますね。しんじというのは i u e え以外の字です。しんじプラス Y で終わるときには Y を I に変えて ED をつけます。study は Y で終わっていますね。 y の前の字が d ですのでシンジプラス y という形になりますので y を i に変えて ed をつけます。study ドゥとなりますね。try も y で終わっていますが y の前の字が r ですので、a、シンジプラス y になりますので y を i に変えて ed.try となりますね。プレイを見てくださいね。y で終わっていますが y の前の字が a ですよね。ということは母音プラス y という形になりますので y をは i に変えて ed とはなりません。よろしいでしょうか上見てくださいね。一番の上ね。プレイはこの場合はそのまま ed をつけるだけで結構です。単母音プラス死因の形は死因児。最後の形を、最後の字をね、重ねて ed をつけてください。stop 短いボインと p です。死因児という形になりますので、p を2回変えて ed となりますね。stop ストップ,ストップッ となりますね。このパターンね、とりあえずはこのストップだけ覚えていただいたらいいと思います。ED の発音です。1、語尾が優勢音、喉が震える音の時には、ドゥッと発音します。喉に手を当ててみてください。オープンと言ってみてくださいね。最後の、んのところで喉が震えてると思いますので、そういう時にはドゥッと発音してみてください。オープンドゥッとなりますね。プレイ。 の最後のいの部分も喉が震えていると思いますので、プレイドとなりますね。2番語尾が無声音、喉が震えない音の時には、トと発音します。喉に手を当ててみて、リピートしてみてください。プ、ク、ス、チ、シュ、フの時のは喉が震えていませんよね。こういう時にはトと発音してみてください。ストップトゥ、ウォークトゥ、ウォッチトゥ、 となります。3番語尾が t や d の時には id と発音してみてください語尾が t の場合ですね w a n t i d となりますね語尾が d の時ですね e e d となりますよろしいでしょうか続いて過去を表す言葉です yesterday というのは昨日のことですねラストなになラストというのは前のなにという意味の前のという意味を表します ですので、ラストナイトで、前の夜ということですので、昨夜。ラストウィーク、前の週ということですので、先週。ラストマンス、マンスというのは月という名前ですね。前の月ですので、先月。ラストイヤー、前の年ですので、去年や昨年と訳してみてください。ラストサンデーは、この前の日曜日ということになります。This 何々。 この場合はね必ずしも過去ではないんですが過去を表す時があります This morning でこの朝ですので今朝 This week この週ですので今週 This month この月ですので今月 This year この年ですので今年と訳してみてください〜何々 ago、ago は前という意味になりますね例えば2 days ago で2日前という,、ね、いう意味となります 3 weeks ago で3週間前5 years ago で5年前という形となりますまた then はその時また at that time もその時という意味となりますので合わせて覚えてみてください練習問題です一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてくださいカッコに入る語こちらもご自身で考えてくださいそれでは答えを見ていきましょう 1>, 1番「私は昨日音楽を聴いた」よろしいでしょうか「何々を聞く」というのは「Listen to」の形ですねただ「聴いた」過去形ですので「Listen」の後ろに ED をつけてください「Listened to Music」昨日ですので「Yesterday」となります2番「彼は昨夜私の車を使った、ねえー」使ったというのは「used」という形になりますね 主語が he であっても過去形の形は同じですので he used my car 昨夜ですので前の夜ということで last night となりますね3番彼らは3日前に英語を勉強した彼らはというのは they ですね勉強したということですので studied ですね y を i に変えて ed をつけます english3 日前というのは three days ago となりますね4番彼女は今朝 朝食を食べることをやめた。やめたということですので、ストップしたということになりますので、ストップととなりますね。ストップの場合は、P を2回重ねて ED をつけますね。eating、よろしいでしょうか。食べることということですね。動詞の後ろに ing がつけば、何々することという意味になる場合がありますね。ここでは食べること、breakfast、朝食を食べることをやめたという形で考えてみてください。今朝ということですので、この朝、 ということですので、This morning という形となります。Thank you for watching. 個別レッスン。不登校の方への取り組み。オンライン英語塾も実施しております。わかりやすく丁寧に解説します。まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.